人生は変えられる、作家の石井隆です。今すぐに人生を変えたい、もう待てないという方はこちらの無料 LINE 講座、人生が変わるスイートスポット理論に今すぐご登録ください。登録特典として感動の生原稿、スイートスポット理論をプレゼントしています。今回は緊急動画、2023年2月6日巨大地震説に迫る南海トラフ地震のシグナルはこれだというテーマでお伝えしていきます。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。この動画を見ることであなたが得られる未来、それは2023年2月6日巨大地震、南海トラフ地震が起きるのかどうかが分かるという未来です。そしてもし地震が起きそうなのであればどうやって備えたらいいのかということも解説していますので、ぜひこの動画最後までご覧ください。さて皆さん、こちらの整形しましたという動画ご覧いただけましたでしょうか。なんと2023年1月にほくろを16個取るというね、人生初の大規模な整形手術をしまして、今整形ダウンタイム中でございます。なので動画は3月まで上げないという予定だったんですけれども、ちょっと2月6日地震説があるぞということで、これはね、僕は検証しなければいけないなと思って今回緊急動画を撮っております。かなり化粧を派手にしておりますけれども、僕の化粧にはそこまで気にせずにですね、こちらの動画ご覧いただけたらと思います。まずは結論からいきましょう。人生を変える3つのポイント。1、2023年2月6日巨大地震のシグナルは。2、2月4日に太平洋沿岸で震度4以上の地震が来たらいよいよやばい。3、備蓄をしようということをお話していきます。今回なぜこの動画を撮ろうと思ったのかというと、2023年2月6日前後に南海トラフ地震が起きるかもしれないという噂があるからです。僕としては2023年5月11日が一番危険だと思っています。にもかかわらず2月6日というふうに言われたので、この点について解説していきたいと思ってこの動画を撮っています。では人生を変える3つのポイント、一つ一つ具体的に見ていきましょう。1、2023年2月6日巨大地震のシグナルはということで、まず大前提として2023年一番危険な日はいつか、これはね、5月11日です。ここで南海トラフであれ首都直下地震であれ起きる可能性が一番高いのではないかと思っています。2020年5月11日めちゃめちゃ危険でした。こちらの動画見ていただけましたでしょうか。とても危険だったわけなんですよね。ではその次に危険なのはいつかというと、2023年の5月11日そしてさらにそこで来なければ2025年5月11日が危険だというふうに僕はね、個人的に考えています。くれぐれも予言ではなく予測だということを分かってください。そして今回5月11日やばいという危険フラグ立ちました。じゃあどんな危険フラグが立ったのかというと、なんと政府が5月8日にマスクを外してもいいよというふうに宣言をしたんですね。マスクを外していいというこの解禁が5月8日に行われるとなると、ゴールデンウィークがある、マスク解禁される、わーいとなった3日後の5月11日ここで浮かれている時に地震が起きるのが危険なんじゃないかということで、この5月8日にマスクを外していいと言った瞬間にもうこれは5月11日だというふうに思いました。危険だなと思っていたら2月6日説が出たということで、今回検証していきたいと思います。では5月11日とどういう関わりがあるのかというと、西洋占星術的に考えた時に90日前だということがあります。この90日というのは角度でいうと90度スクエアなんですね。このスクエアの角度というのは何を表しているのかというと、ハードアスペクトというふうに言われていて、悪いことを表しています。良くないということなんですね。だから5月11日にやばいと仮定すると、その3ヶ月前の2月11日前後にもやばいということにもつながるわけです。ああそうかと、ハードアスペクトだからこの2月6日説というのが立ったんだなというふうに思いました。では現在どんなシグナルが上がっているのかというと、まず海洋生物の打ち上げですね、ダイオウイカとかそういったものがどんどん太平洋沿岸とかにもね、打ち上げられていたりとかします。そしてこの海洋生物の打ち上げは2011年3月11日の1ヶ月前にもあったということで、ちょうど1月とかにも海洋生物の打ち上げありましたよね。他にどんなシグナルが挙げられているのかというと、温泉が出にくくなっているというのがあるそうです。
温泉が出にくくなっているというのは、地面の下で何か異変が起こっている可能性があります。そして皆さんご存知の通り、日本全国至る所で地震が頻発していますよね。これもシグナルではないかなと思います。ニュージーランドのあたりでも大きな地震ありましたよね。そんな中、僕が一番注目している地震は何かというと、1月19日21時20分頃、神奈川県西部を震源とする地震、マグニチュード 4.8、 震度3の地震がありました。これは相模トラフだったり富士山にも近かったりするんです。1月29日の1週間後が2月6日に当たるということなんですね。なので最近の地震の中では、この地震が一つのシグナルの可能性があるのではないかなと思っています。さらに2月1日から長周期地震動に関する情報を緊急地震速報の対象に加えますと発表されました。この長周期地震動って何かというと、タワーマンションだとこう長い期間にわたって揺れますよね。こういったことも緊急地震速報に入れていくということなんです。2月1日から始めますということで2月6日ということなので、このタイミングもしかしたら関係あるのかなとも思えて仕方ありません。いよいよ2月6日備える必要がありそうです。2月4日に太平洋沿岸で震度4以上の地震が来たらいよいよやばいという話をします。地震には前震、本震、余震とあります。本震というのはその巨大地震そのものですね。で、前震というのはその直前に起きる地震のことを言います。もちろん本震がその地震そのものなわけなんですけれども、その前にシグナルとなる前震があるということなんです。なぜ前震が大切なのかというと、前震の50時間前後後に本震が来るというふうに言われているからなんです。なので2月6日の2日前2月4日ですね、2月4日に震度4以上の地震が太平洋沿岸で起きていたりすると、これはいよいよシグナルの可能性があるということだと思ってください。太平洋沿岸にお住まいの方、2月4日に大きな地震が来たら、もういよいよ避難することを考えた方がいいのではないでしょうか。3、備蓄をしよう。では我々に何ができるのかというと、備蓄です。基本的にね、地震の備えは備蓄だというふうに思ってください。こちらの備蓄の動画、今一度ご覧いただきたいなと思います。何を買ったらいいかとかね、そういったこともこの動画の中に入っていますので、ぜひ今すぐに買ってください。例えば水ですが、これは1人1日2リットル換算で1ヶ月分の備蓄が必要です。4人家族だったら120本分のペットボトルが必要だということなんです。家に120本のペットボトル用意してますか？してないよという方多いと思います。しましょう。常に家に120本のペットボトルがある状態にしておいてください。カップラーメンなどの非常食ありますか？カセットコンロありますか？電気が使えなくなってもお湯沸かせますか？瓦礫の下敷きになった時のために笛用意してますか？笛があると助かるという可能性が生まれてきます。そんな中、一番盲点になっている必要となっているものが携帯トイレです。トイレが使えなくなるんですね、巨大地震が来ると。1ヶ月分の携帯トイレありますか？ないという方とても困ります。携帯トイレは腐るものではないので、大量にすでに家に買っておきましょう。水と携帯トイレ本当に必要ですので、こちらの備蓄の動画をご覧になってぜひ備えていただけたらと思います。今回は2月6日地震説についてお伝えしました。まだ知らないよという方にはね、ぜひこの動画広めていただけたらと思います。今回もご視聴ありがとうございました。人生を変える学びがあったという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。